はい、いいですかね。さあさあ、では始めたいと思います。大橋通りへお越しの皆様、こんばんは。坂本龍馬生誕祭に参加したらやってきました大橋教科書になるご連と申します。よさこい祭りが終わって10日、ここ10日前はですね、この高知、帯屋町をこの大橋通りも含めてですね、町全体がよさこい一色に染まっておりました。よさこいアンコール、実に開催が4年ぶりということで、私たちもこの日を楽しみに、させていただきました。よさこいの時の踊り子の約半分が今日集結していただきました。よさこい本番さながらの踊りをご披露させていただきたいと思います。今年のテーマはですね、青春、青春と書いて、青春もですね、訓読したものになるんですが、子供たちならではの元気いっぱいの可愛い、踊りで、踊りを披露したいと思いますので、どうかお気長めご声援よろしくお願いいたします。踊りも楽しみでいいですか。よさこい素敵ですか。おまつとり大好きですか。じゃあ元気よく踊るぜよ、踊るぜよ。ミュージックカモン。Yeah.
今係の方が、鳴子をお貸しいたしますので。